昔昔あるところに王子様が住んでいました。王子様は結婚したいと考えていましたが、お姫様が見つかりません。お姫様を見つけるために王子は世界中を旅して回ります。近くの王国のお姫様たちが王子に会おうとお城を訪れます。しかし王子はなかなか決められません。父親の国王は息子に本物のお姫様と結婚してほしいと願っていました。本物のお姫様を見つけられないまま何年もの月日が流れます。すっかり希望を失い悲しそうな王子を王様と王妃は哀れに思っていました。そんな悲しみに暮れるある夜のこと、窓の外では雷鳴がとどろき、ゴーゴーと嵐が吹き荒れていました。雷の音とその光に王子は眠れずにいました。そして花嫁となるお姫様のことを考えずにはいられません。召使いの一人は雨音と雷鳴が響き渡る中、誰かがお城のドアを叩いていることに気づきます。ドアを開けるとそこには雨に濡れて凍えた女性が立っていました。それは上品でとても美しい女性でした。寒さに声を震わせながら言います。中に入ってもいいですか？森で迷ってしまったのです。召使いは気の毒に思い、王様と王妃にこのことを知らせに走ります。こんな嵐の夜に追い返すことはできまい。城へ迎え入れろ。王様は家来にそう言います。そしてその女性をお城の広間へ迎え入れ、暖かい暖炉の前に連れて行きました。着ているドレスが雨に濡れてしまっているのを見ると、王妃は新しい服を持ってくるよう言います。そして王妃は彼女に尋ねます。こんな嵐の夜に何を探していましたの？私は遠くの国の王女です。お城が敵に襲われ、父と母が私を二人の兵士と共にお城から逃がしてくれたのです。しかし、嵐の中離れ離れになってさまよっていたとき、このお城を見つけたのです。王妃には話が本当かどうかわかりませんでしたが、彼女をお城から追い出すわけにもいきません。その頃王子はどんな子が来たのかと興味深げに様子を伺っていました。彼女は王妃がくれた新しいドレスに着替えます。そして髪をすっかり乾かすといつもの姿に戻りました。さらに上品で見違えるような美しさです。部屋に入ってきた王子はその美しさにすっかり魅了されてしまいました。しかし彼女が本当にお姫様なのかどうかを確かめねばなりません。そして王妃がそれを確認することにします。本当にお姫様かどうか今夜確かめましょう。その夜二人はおしゃべりを楽しみました。王子は彼女のことをもっと知りたいと思っていたからです。その頃王妃は彼女のために部屋を用意していました。ベッドにエンドウ豆を置き、その上に7枚のマットレスを積み上げます。彼女は用意されたその風変わりなベッドで眠ります。次の日の朝、王妃は彼女が目を覚ますのを待っていました。そして尋ねます。
よく眠れましたか？お部屋を用意してくださったのはとてもありがたかったのですが、あまりよく眠れませんでした。あら、そう。なぜかしら、教えてくださる？背中が痛くて、まるで何か硬いものの上に寝ているようでした。それこそまさに王妃が待っていた答えでした。7枚ものマットレスを通してでも、その違いを感じることができるなら、それはお姫様に違いないと考えました。王妃がその夜の出来事を話して聞かせると、彼女が本当のお姫様だと知った王子は、喜びを隠しきれませんでした。王子は王様に、このお姫様と結婚したいと告げ、王様もそれに賛成します。王子は彼女の国での戦いが終わるまで、お姫様にお城で暮らすよう言います。実は彼女の国を守るために、王子が兵を向かわせていたのです。そうして王子はお姫様にプロポーズをします。結婚してくれますか？お姫様はうなずき、それから二人はいつまでも幸せに暮らしました。その夜、王子はあのエンドウ豆をガラスの箱に入れると、お城の一番目立つ場所に飾りました。すると、真の愛を信じる人たちがエンドウ豆を一目見ようとお城を訪れるようになります。こうして二人の幸せなお話は長い間語り継がれることとなりました。昔々あるところにハイジという名前の小さな女の子がいました。お父さんとお母さんが亡くなり、ハイジはおばさんと暮らしていました。ある日二人はアルプスの山あいにやってきます。この小さな山小屋に住むのは気難しいことで有名なアルムじいさんです。この日ハイジは初めておじいさんに会いました。おばさんは町で新しい仕事を見つけたことを話すと、ハイジを置いて町へと帰っていきました。アルムじいさんは人里離れた場所にひっそりと暮らしていましたが、実はハイジが来たことをとても喜んでいました。しかしハイジにそんな様子は見せません。おじいさんは屋根裏部屋にふかふかのベッドを用意します。ハイジはおじいさんを愛していました。山での幸せな生活が今まさに始まろうとしていました。ハイジが朝目覚めると、おじいさんは大きな犬、ヨーゼフを紹介します。ハイジはヨーゼフが大好きでした。ハイジが丘を散歩していると、牧草地でヤギを放牧しているピーターに出会います。君のことを見たことないや。着いたとこなの。おじいさんと住んでるのよ。次の日、ピーターはヤギを放牧するためにハイジと牧草地にやってきます。二人は一緒に山を散策します。ハイジにとって全てが初めてのことばかりでした。ピーターから山での仕事を教えてもらいます。アルムじいさんは口には出しませんが、ハイジをとても愛していました。一日中野山を駆け回って遊び、ハイジは幸せな毎日を過ごします。しかし、おじいさんの家事を手伝うことも忘れてはいません。お気に入りの一つは、おじいさんのかまどでパンを焼くことでした。ピーターのおばあさんに作ったパンを届けては、新鮮なヤギのミルクをもらって帰ってきます。暖かい季節も終わり、寒い冬がやってくると、ピーターは学校に通い始めます。小さくてまだ学校に通えないハイジの一日は退屈なものになってしまいました。ある日、ハイジのおばさんが彼女を町に連れて帰るために戻ってきました。自宅学習をさせようと考えていたのです。最初、おじいさんは怒って納得しそうにもありませんでしたが、ハイジのことを考えると、町で読み書きを学ぶことが一番だと気づきます。ここを離れたくないわ。おじいさんを愛してるもの。ハイジは反対します。しかし、しばらくすれば山に戻ってこられると、ハイジに約束し、
汽車での長旅の末、町の大きなお屋敷へとハイジを連れてきました。わあ、なんて大きなお屋敷、ここに住むの？家に入り、ハイジはクララに出会います。クララは事故に遭ったせいで歩くことができません。実はおばさんはハイジをクララの友達にしたくて連れてきたのでした。二人はすぐに意気投合します。世間知らずのハイジがするミスを見てはクララが笑います。クララのおばあさんはとても厳格な女性でした。起きなさい、勉強の時間ですよ。たくさん学ぶことがあるのよ。クララのおばあさんはハイジに正しい座り方、立ち方、ナイフとフォークの使い方とたくさんのことを教えようとします。さらに服まで都会的なものに着替えさせられます。ハイジにとってその服はあまり快適ではありませんでした。クララもまたハイジの読み書きの勉強を手伝います。ハイジはクララやその家族が大好きでしたが、山での暮らしとおじいさんをとても恋しく思っていました。寂しさで食べ物さえも喉を通りません。クララのお父さんとおばあさんはハイジの悲しみを察します。彼らはハイジをおじいさんのもとへと返すことにしました。しかしハイジがいなくなると聞いてクララは悲しみます。愛するということはその人の幸せを願うということなのよ、おばあさんは言いました。ついにハイジにさよならを言う時が来ました。今度はクララがハイジに会いに行くと約束します。山に戻ったハイジは大喜びです。途中ピーターの家に寄ってクララがくれたパンをピーターのおばあさんに届け、都会の服も脱ぎ捨てます。ハイジは走って家へ帰ります。おじいさんときつく抱き合い、二人は再会を喜びます。しばらくしてハイジはクララからの手紙を受け取ります。クララが山に遊びに来るのです。クララはピーターと友達になれて喜びますが、一方ピーターは少しためらいます。なぜならハイジがクララとまた町に帰ってしまうのではないかと思っていたからです。クララ、ピーター、ハイジの3人は丘の上で楽しい時を過ごしました。山の新鮮な空気と食べ物は事故で弱ったクララの体を癒します。しかしピーターはクララとハイジの友情に嫉妬し始めます。おまけにピーターはクララの車椅子を押して回るのが好きではありませんでした。ある日ピーターはクララの車椅子をなんと崖から落としてしまいます。彼はこれで全てが解決するだろうと考えていました。新鮮な山の空気の中で車椅子を使わずに過ごすことがクララをさらに強くします。しばらくすると誰の助けもなしに歩けるようになったのです。私歩けるわ、やったー、ハイジあなたのおかげよ。ある日クララのお父さんとおばあさんがやってきます。二人はクララが歩いているのを見て大変驚きます。アルムじいさんとハイジに二人は感謝しました。そしてその時です。ピーターは自分がやったことを恥じ、車椅子を崖から落としたことを告白します。本当にごめんなさい。僕は間違っていました。許すわ。ねえ、クララ。今の私たちはとっても幸せだもの。みんなで喜びを分かち合います。クララとその家族は次の夏にまた遊びに来ると約束しました。そして彼らは皆ずっとずっと幸せに暮らしました。